さて、やるか。ちぇ、野党の大軍を俺たちで食い止めなきゃなんねえとはな。侍二人に忍び一人、こいつはさすがにヤバいかもしれねえ。そうか、トシ。俺はワクワクしてるぜ。さすがは近藤さんだ。肝が不定や。いや、そうじゃなくてな、トシ。実は俺、忍者に憧れてたんだ。江戸に出てきた時も、正直侍じゃなく忍びになろうかと迷っててな。おいえ、何言っちゃってんの近藤さん。江戸の町を守ろうと今まで頑張ってきた新選組をいきなり全否定。この次にあるさらば新選組編どうすんだよ。感動台無しだろうが。まあ待て、トシ。お前は銀玉が終わった後のことを考えているか。作品が終わったら俺たちは失業だ。俺は新選組の奴らを路頭に迷わせたくない。だが忍者なら海外人気もあるし、新たな展開も望めるんじゃないか。実はもうタイトルも考えてある。ゴリラの忍者でゴリトだ。ボルのパクリだろ。ナルトに寄生する気満々じゃねえか。とにかく戦うでござるよ、東四郎氏。ニンニン。それもうナルトですらねえ。始めるぞ、泥臭い喧嘩を。戦か。気を引き締めるぞ。さて、俺たちの仕事も片付けますか。まずはこいつらを何とかしねえとな。え、なんだ、その人数でまだやる気なの。もう決着はついてるようなもんでしょう。バカ言ってんじゃねえ。侍は心が折れない限り倒れねえんだ。私もバカじゃないんでね。こういうのはどうだい。しまった、トシ、屋敷へ向かうぞ。わかった。どんどん行くぞ。調子でどんどん出していくぞ。一気に切るぞ。それそこだ。誠の道を選び、突き進め。
もんじゃ足りないぜ。さあら追い詰めた浅はかだね。チッ、罠だったか。Huh!
これでどうだ？やるじゃねえか。どうやら俺の出番のようだな。しつけえな、まったく。いや、あいつが出てきたってことは戦力も徐々に下がってる証拠。ここを好機と見ていくしかない。来な、相手してやる。そこだ！
ったぞ。この調子で行くぜ。これで終了だ。師匠だが、まあよしとしよう。よし。よっしゃ。どうやらこれまでのようだ。すまなんだ。そなたら武士は将軍のそばで華々しく散るのが本懐であっただろうに、我らと同じく日陰に散る道に付き合わせてしまったな。どうせ土の肥やしになるなら花道だろうがあぜ道だろうが同じだ。なら俺は俺の大将の隣で死ぬ。言ったな。ならば俺の背中最後まで守ってみろ、トシ。俺が死なねえ限りおめえも俺を置いて死ぬことはあるめえな。やれやれ、できるだけ潔く退場してくれることを願うぜ。案ずるな。どちらが先に行ってもわしの傀儡術で屍を操ってやるぞよ。けっ、笑えねえ冗談だ。行くぞ、侍と忍びの最後のあがきを見せてやらー。